関西大学。関西大学は、当時の司法省の顧問を務めていたボアソナードに、学んだ、有田徳一、井上三章、小倉久志、鶴見森吉、土井道夫、野村聖吉ら大阪在勤の裁判官、彼らの上司である、小島一見、漫画家、手塚治虫の祖父、手塚太郎、自由民権運動家である、吉田和志らにより、1886年に、 関西初の法律学校として、大阪府大阪市西区の元総寺に開かれた、関西法律学校を起とする。1922年に、大学令に基づく、旧正大学となった。2018年現在、13学部、大学院15研究科を設置している。近年、専門職大学院の充実を図っており、法科大学院、会計専門職大学院、 臨床心理専門職大学院を設置している。関西大学の見学の精神は、第二次世界大戦直後の関西大学学長を務めた岩崎一法学部教授が、1947年、昭和22年に提唱した、正義の権力よりの守護を規定とする、正義を権力より守れとなっている。これは、大津事件の裁判において、司法権の独立を守った、 小島まが創立に関わっているためとされている。また、大正期に、第11代学長、山岡潤太郎の掲げた、学の美化、実現、学理と実際との調和、国際的精神の寛容外国語学習の必要、体育の奨励を教育の理念としている。スクールカラーは仕込んである、風雨にさらされながらも力強く追い茂っていく。 ヨド川の足の葉をイメージしている。交渉をシージルームウナバースティティスキャンサインシスマドク,クックスビ、印象、関西大学、1886年、ラテン語で囲んでいる。1886年は、同学の創立年である。第十七大学長を務めた岩崎唯一は1915年、大正四年に、第一回海外留学生として、コロンビア大学に留学しているが、 交渉をラテン語で囲むのはコロンビア大学の印象をちなんだデザインとされ、当時の留学団が使用した印象のデザインである。関西大学は2009年、平成21年度から2013年、平成25年度までコミュニケーションマーク、グローバル経由とタグライン、シンクアクト、スインクバイアクトを使用していた。コミュニケーションマークは関西ユニバーシティの U うのに文字を重ねて、地球の形にデザインし、色は、スクールカラーである資本を用いていた。2014年、平成26年度にロゴマークが導入されたことにより、大学では使用中止となったが、コミュニケーションマークについては、関西大学初等部、中等部、高等部のマークとして、引き続き使用されることになった。フクロウ。ギリシア神話やローマ神話で学問、儀礼 知恵を司る、女神の使者、地の象徴とされている鳥。若者たちに、学生生活の中で自分を見つめ直し、物事を、自らの目と耳で感じ取り、想像力を育んでほしいという願いを大きな目と、耳、はずみを持つ、この鳥に例えた。1947年設立。他大学の出版部などに見られるような独立した、法人組織ではなく、 学校法人関西大学の事務組織の一部局として位置づけられている。グローバル COE プログラムとして一件のプロジェクトが採択されている。選定されたプロジェクトは27件に上り、全市立大学中ベスト3にランクされる。学園祭は関西大学統一学園祭と称し、略称は学祭。 例年11月上旬の4日間にわたり開催される研究発表やミスターミスキャンパスコンテスト、学外から著名人を招聘しての講演会やコンサートなど様々な企画が催されている。また、サークルや学科などの有志学生は模擬店での軽食の販売やパフォーマンスの披露を行う。大学当局は学生の主催であり、 大学の公式教授ではないという立場を取っている。2016年、平成28年の統一学園祭には約8万人が来場した。同学の応援歌の歌詞にも登場する、カイザー、カイゼル、ドイツ語で皇帝の意味という愛称が、体育会のチーム名や体育会全体の統一名称として用いられている。関西学院大学との対抗戦は、 旧正大学時代から続いており、探偵部、ボート部、陸上競技部、野球部、サッカー部など様々な運動部で開催されている。両大学では、関西大学の関と関西学院大学の関を取って、関関戦と呼ぶ。また、単に相手校の名を関して、関学戦と呼ぶこともある。百七十八年、昭和十三年からは総合関関戦も、 開催されている。関西大学の同窓会、親睦会組織は、関西大学交友会と称し、関西大学卒業生で構成される。1897年、明治30年に発足され、1911年、明治44年に、最初の支部となる、東京支部の開設以降、支部開設が、相次ぎ、1941年、昭和16年の時点で、 国内26カ所、国外11カ所、大連、台湾、朝鮮、法典、新京、上海等にまで拡大した。戦後は、ニューヨーク、パリ、サンパウロ等でも発足し、現在では、都道府県別や市区町村別の地域支部、海外支部、企業別、業種別の職域会、ゼミ OB 会など、様々な団体組織が存在する。2018年現在、 247団体、会員数約40万人。交友会が発行する大学機関誌。1955年、昭和30年5月に、一般誌と同じ新聞形式の月刊誌として、創刊以来、1998年、平成10年3月までは、年11回、以降は、年6回、さらに2004年、平成16年からは、A4 班、 オールカラーの冊子形式に定裁変更し、2015年、平成27年5月に創刊60周年を迎えた。関西大学には、学部によっては、学生と教員により組織される学術研究会がある。各々の,の活動内容は異なるが、開放や学術誌の発行、過去問の配布などが主である。法学会や経済学会では、 検証論文を募集しており、優秀とされるものについては、賞状と賞金を与えられる。うち法学会では、半世紀以上にわたって、検証論文が行われており、開始、関西大学法学開始において入賞者の氏名、論文名が掲載されるほか、優秀賞受賞者についてはその全文が掲載され、法学開始が、大学企業としての性質を有していることから、受賞者のデータは、 国立国会図書館のデータベースに記録される。受賞者からは、放送、法学研究者を輩出し、主な受賞者として、大阪高等検察庁検事長の中尾匠や、大阪府公安委員会委員長の栗原武氏元大阪家庭裁判所所長、関西大学法科大学院名誉教授らがいる。大阪府水田市山手町に位置し、同一キャンパス内に13学部、 大学院13研究科3専門職大学院が立地している。日本初となる田園都市として千里山駅の西側一帯で計画的に開発された千里山十1に1922年大正11年竣工された。第二次世界大戦時には日本陸軍に千里山キャンパスが接収され軍部の諸施設に転用されたため学者は アメリカ海軍の艦載機による機銃掃射を受けた。戦後は学者の多くが建築家、村の統合により設計され、その内官文館が2007年、平成19年7月に登録有形文化財に登録された。キャンパスの南部には名神高速道路が横断しており、その北側にキャンパスの大部分が集中している。地域社会の一員としての開かれた姿勢を持ち、 大学及び、地域社会が有する知的、人的資源活用を図ることにより、地域社会の発展に寄与するべく、キャンパスは、学生や教職員に限らず、常時出入りが自由となっている。1927年、昭和2年、住友財閥より、住友合資会社、大阪府東区、北浜の本社社屋の建物を受蔵、移築して、大学本館とした。 この建物は、現在の三井住友銀行大阪本店ビルとして利用されている10ビルディング南側の敷地にあったもので、建物の寄贈については、山岡淳太郎総理事や北村圭一郎理事の尽力が大きかった。1954年、昭和29年、老朽化のため解体。2004年、平成16年に、放課大学院の学者として建築された異文館には、 この大学本館の象徴であった八角形ドームのデザインが取り入れられている。1928年、昭和3年、京都で昭和天皇の即位の礼が行われ、京都御苑内に白木造りの共演場が造営された。即位大礼後に建物は速やかに解体され、関心寺、大阪深町長野市、柏原神宮、奈良県柏原市と共に関西大学へ貸しされ、 1932年、昭和7年2月、大学本館の北側に、行動剣武道場の委徳館として竣工した。学生1000人を収容でき、入学式や卒業式などのほか重剣道の演武場、さらに戦後は大教室としても使われたが、1953年、昭和28年末に新学者建設のため、解体された。現在、この場所には、 第一学者、法文学者が立っている。遺徳館の建物は再度移築され、近隣の地里寺の本堂として現存している。大阪二日月市料前寺町二丁目一番一号に、所在。1993年、平成五年春工。テレビスタジオ及び関連設備を有している。国内の大学としては、初の国際競技企画の通年型アイスアリーナが、 創立120周年年事業の一環として、課外活動振興に伴う環境整備のために建設された、大学行事、聖火体育、アイスホッケー部、アイススケート部及び第一、高等学校課外活動の活動拠点となるとともに、合わせて、他大学の練習場として、また、近隣の小、中、高等学校の課外行事での利用などに対しても、施設を開放している。 大阪府高槻市白梅町、JR 高槻駅北東地区の湯浅コーポレーション、工場跡地に、都市再生緊急整備地域の指定に基づく JR 高槻駅北東地区開発事業の一環として2010年、平成22年に竣工。関西大学初等部、中等部、高等部を併設する。キャンパス名は、ギリシャ神話の学芸の女神、ミューズ、に由来する。 大阪府堺市堺区校が、岡町に所在。堺市立商業高等学校は土地に2010年、平成22年春工。大阪府大阪市北区、鶴野町に所在。2016年、平成28年春工した、サテライトキャンパス。グランフロント大阪、ナレッジキャピタルタワー C、9階に所在。クリエーションコア東大阪、南館2階に所在。 大阪府大阪市西区江戸堀に1903年、明治36年春工。1906年、明治39年、大阪市電付設のため高知を大阪市へ売却。福島学者へ移転。大阪府大阪市帰宅場を福島に1906年、明治39年春工。江戸堀校舎の建物を移築。1929年、昭和4年。 鉄道省より、東海道本線各福祉課課を受けて閉鎖。天六学者へ移転。大阪府大阪市北区ながら西1百9 2 9年、昭和四年春行。福島校舎より専門部、関西校舎商業学校、第二商業学校がそれぞれ移転し、夜間のみであった、専門部に加え昼間部が開設された。1935年、 昭和10年から1965年、昭和40年までは大学本部があった。1993年、平成5年までは法学部や小学部などの第二部、夜間部が置かれ都心のキャンパスとして利用されていたが、第二部は全国的な夜間学部の人気低迷と共に1994年、平成6年には千里山キャンパスに移転し、その後は公開講座などを実施していた。 2014年、平成26年9月に閉鎖。大阪府大阪市中央区に所在。2010年、平成22年に閉鎖。大阪府大阪市北区中野島の大阪府立中野島図書館内に所在。2015年、平成27年に閉鎖。施設一覧、関西大学の各教育機関は大学を頂点とする付属学校ではなく、 同一法人の下で、平等の取扱いを受ける独立した、併設学校である。過去に、学校法人関西大学との連携校だった、学校がある。1894年、明治27年から1948年、昭和23年まで強制化、司法化、外交化に分かれて実施されていた、高等文官試験の出身学校別合格者数をいて、 行政化合格者数では第15位であったが、司法化合格者数では東京帝国大学、中央大学などに次いで第5位の順位であり、放送関係者が多いことで知られていた。公認会計士試験合格者数は会計専門職大学院の設置や専門講師の増員で増加傾向にあり、2015年、平成27年度には、 出身大学別合格者数で全国第6位である。学園紛争の煽りを受けて、1969年、昭和44年に関西大学でも大学紛争が発生し、同6月20日、全教頭は大衆難航を要求して大学会館を封鎖した。封鎖は7月5日、大阪府警の機動隊により一段解除されたが、約半年間は、 紛争状態で授業もほとんど休校になり、小さな衝突が頻繁に起きたことから機動隊が学内に常駐した。関西大学は地元大阪に本拠を置く大学として大阪マラソンの協賛スポンサーとなっており、同大会運営への協力やマラソンや大阪の魅力を紹介する一般市民向け公開講座、スポーツ教室、通訳ボランティア、給水ボランティア、 海外協定大学を通じた大会広報などの取り組みを行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。